皆さんこんにちは。今回は大御所時代から天保の改革、まあ三大改革の最後あたりまでのところ、諸藩の改革を含めて問題なんかをね、頑張ってやっていきましょう。<music> はい、それでは四角の一番括弧の一から見ていきます。まいりましょう。十一代将軍あは、千八百三十七年に将軍職を徳川家康。 十二代将軍ですね。譲った後も家として実権を握った。まあこれ将軍だった家成。まあ十一代将軍家成は将軍で権力握り将軍を家康に譲った後も別に家成だけじゃないけど将軍をまだ生きている時に譲ったらその後の人は大御所と言ったよね。 まあ、大御所時代なんて、この時代言われたりしました。家康も駿府に引退して。将軍職を二代平た忠に譲って、大御所となった。あの、大御所。なんていうのを入れてくれれば、オッケー。天皇が引退して上皇になる感じでね。将軍が大御所になります。はい、それでは括弧の二番、いきましょう。ええー、千八百四年。 ロシア施設の「あ」が長崎に来航し通称要求幕府はこれを拒否しレイターな対応したためロシア船はカラフタなどを砲撃したですねこれロシア施設が長崎に来た最初は根室に来たんだけどその後長崎に経営と言って長崎に来たのは最初のラックスマンに続いてレザノフですねレザノフそしてまあこれ言うことを幕府は聞かないなんていうことでレザノフは怒って帰っちゃった。 その後これを受け幕府は1806年に何とかを出して一旦対外融和の方針外国と仲良くしようなんていうふうに言った「レザナフ声って言ってこれ数給与例文化の武術例とか文化の神水給与例と言いました。文化というのは年号ね 文文文化1年文化化年年年という文化といいうう号の時に巻水給与例を出しまましたしししたた水給を出かしイギリス戦「う」による事件など外国船の出没を受けて1825年に「え」を出して外国船を撃退するよう変えましたイギリス戦「フェートン号」が長崎で略奪なんかを働く暴れたんだったねということでフェートン号事件のあとこれ異国船打ち払いでまた厳しく外国の船を見たら「無理ね」 二年なく考える、迷うことなく打ち払え、一発、ゴーンと打ち払え。そんな風に変わったんでしたね。はい、過去の三番いきましょう。え十里大将軍徳川家慶のもとで、老中あが天保の改革を行った。まあ、天保の改革とありますから、誰でしたっけ。天保の改革、三大改革の三つ目は、水野忠邦。 水の叩くにその中で江戸に流入した貧民の帰郷地元に戻れなさいと田舎に帰って農業しなさいとこれ強制ですからもうお金あげるから帰ったらじゃなくって帰りなさいめっちゃ厳しかったねこれが人返し人返えし例とか人返しの方ということもあります。いや江戸大阪周辺の土地を幕府の直轄か幕府が直接支配地にしようとするあげ地令というのが出されました。 店舗の改革で、人返し、あげ地り、ね、どの改革の時のことなのかということをしっかり区別する。思い出してくださいね。大事な鉄則でした。はい、それでは、四角の二番ですね。一問一答を見ていくことにしましょう。まい、あ、ります。いいです。え、千七百九十八年、北方調査ね。 まあどっちと思ってくれれば北海道と思ってくれればで最上徳内らとともに択捉島調査を行ったのは誰か最上徳内らって言われるとちょっと迷っちゃうかもしれませんがこの1798年というのはもうこれのの改革の後ぐらいなんだよね最上徳内は完成の改革の前のタヌモ沼受継ぐの時に行ったけれどもまた行っているということでここあんま気にしないで言ってもらってキーワードはエトロフト「択捉島」。 北方でね、ここに着目しながら近藤十三近藤十三そして1808年その後カラフトなんかに行ったのが間宮林蔵こう思い出しておいてくださいねまた使いちゃう,、ま、た遣いちゃうこれ北海道だよね千島列島だよねこれがカラフトでしょ。でこれ優勝択捉島まで行った近藤十三ねそれからカラフトまで行った間宮林蔵ねなんていう形で。 常にカラフトとか千島列島へドロフトとか地図を忘れないようにすることが大事です。はい、格好の二番いきます。参ります。え、千八百三十七年大阪で反乱を起こした。まあ幕府に対する反乱というだけで。 めっちゃ珍しい。ね、1837年まだ天保の改革の前ぐらいですからねということで陽明学者というのも合わせて大塩平八郎、まあ。ちなみに大阪町奉行所の元与力大阪の警察官にあたるような幕府の役人だった人ということまでしっかり押さえておいてくださいそしてこの1837年は島原の乱天草一揆からちょうど200年経ったぐらいのことだったというのも押さえておくといいかな。 はい括弧の3番いきましょう、えー、大御所時代ですまだ完成の改革の後天保の改革になる前あたりと思ってください出来事についてです1837年浦賀沖に接近アメリカの商船を撃退したこれがその撃退されたアメリカの船の名前からモリソン号事件モリソン号事件から B A の事件を批判新規論を表したのは誰ですかというところでこのモリソン号事件ひどいじゃないかと ちなみにどこで打ち払ったっけ裏側、山側、なんていう2か所でね、アメリカの船を打ち払ってひどいじゃないかと批判したのが、渡辺崋山、新規論。渡辺崋山の川上に注意しながらね、山冠ね、新規論。そして、同じくこのモリソン号事件を批判した、高野町英の本といったら、高野町英読めるかな、墓術、夢物語。墓術、夢物語。墓術は年号でした。そして、こんな、 B の人物や高野長英渡辺崋山や高野長英が厳しく処罰された事件はこれ晩学社,社中というグループの人が弾圧されて晩社の極なんていうふうな形でこの高野長英渡辺崋山が罰せられたということでした。はい括弧の4番いきましょう。 え諸藩の改革について以下の問いに答えなさい A 薩摩藩 B 長州藩ね薩摩で藩政改革を行った家老、まあ、これは大名ではなくて大名の下にいる幕府だったら将軍の下に老中がいる感じで大名の下の家老佐藤の先輩制などを行った薩摩藩の家老ということで読めるかな読めるかな図書広里図書広里それから B 長州藩の村田政府が設置した 委託販売などを行うまも、あのって言うけどお役所と思っていいかなこれが読めるかな腰に肩この腰に肩が長州に大きなお金経済力をもたらしこの後幕府をやっつけていく夕飯となるような形になって大きなきっかけでもあったんだよねま図、あ、書広里なんかの佐藤の先輩生そのとの改革村田政府なんかがこの腰に方なんていうのを置いて行った改革これが 薩摩長州をこれ非常にね経済力で強い存在軍事力もアップするというそんな存在にしていったんだこのつながりでぜひこの辺りもしっかり抑えるようにしましょう <music> はいそれでは四角の3番生後問題いつものようにやっていきましょうまい、あ、ります外国のの日本への接近 さまざまな国の人が日本に来ましたね。一番、1792年あそうだ正しいものを選べなさいね。正しいものを選べてバツが三つあります。間違っていない正しいのが一個。一番、1792年にロシアの施設スレザノフがネムロに来航この時点でなもうおかしいなってバツにしたいぐらいですけどどうでしょうか。まあネムロって言ったらレザノフじゃないはず。レザノフは長崎。まあそもそも1792年にレザザノフって言った時点でおかしいぜ。 持っててくれれもいいいと思いますこれは誰レザノフではなくてラックスマン、ね、ラックスマンなんかが根室にやってきて漂流民を届けるとともに通称を要求したけど幕府は「長崎に行ってください」こう根室といろいろ言われてもねえなんて長崎への入港許可書を渡してラックスマンには帰ってもらった。 まあちなみに漂流民と書いてありますけど漂流民と書いてありますけどこの漂流民誰ですかと言われたら大黒屋こうだいう大黒屋こうだいうね、まあ、こんな人物を連れて日本にやってきました。それから2番です1804年ロシアの施設ご浪人が長崎こうおかしいね。この瞬間あれおかしいいいぜって思いたい よいしょだって長崎にやってきたのはレザノフですから1804年旭のラックスマンが長崎に行けと言われてでレザノフが長崎に来ましただし幕府は冷淡な対応を取ったちなみに幕府は、まあ、この冷淡な対応を取られて怒ったレザノフにビビってちょっと外国に優しく文化の真相給与令そんな流れでしたご浪人じゃないから罰ちなみにこれレザノフに直せばいいとじゃご浪人は何した人だっけ これは長崎に来たんじゃなくて国後島なんかで、ね、日本に捕まえられ、まあ、その後高田屋貨幣と交換で帰国したご浪人事件の人だもんね場所が長崎じゃなくて北海道北方領土ですからからその後三3番1808年イギリス船フェイトン号がオランダ船を追って長崎に侵入これはその通り長崎の船は来てねえかというふうな形でイギリスの船フェイトン号が「いや来てないっすよ」と言ったけど 結局その長崎を調べるなんて幕府が認めたところから長崎を荒らし回って帰っちゃったね、まあそんなのがフェイトン号事件でしたでフェイトン号事件なんかもあり幕府は外国に厳しい政策に転換これが異国全打ち入られるしたら打ち払っちゃったんだな1837年イギリス戦モリソン号が裏側に接近したが幕府はこれを打ち払ったうんこれ罰だよこれ罰だよどこが罰でしょう 答えは3番なんですが先に出しちゃう答えは3番なんですがどうしてツそう気づいたイギリス戦じゃないねモリソン号はアメリカ船、まあ何回か国籍が重要だよ外国人はなんて言い続けてきた船も船籍っていうけどどこの国の船なのか例えばこれモリソン号はアメリカフェイトン号はイギリスちょっと昔に戻ってリーフデ号は何するとか言わないで江戸の一番頭リーフデ号は オランダ戦もうちょっと前の秀吉のところの最後サン・フェリペ号事件はイスパニア戦。 なんてね、まあ、ここはアメリカ船モリソン号なんだってしっかり押さえておいてくださいもう細かい話をするとねこのモリソン号のことを江戸時代の人もアメリカとイギリスの区別なんかついてなくってアメリカ船なのにイギリス船って間違えて書いてる人もいたりするぐらいなんだけどただ、まあ、モリソン号はどこの国の船ですかって言われたらこれはアメリカだからツと、まあ、そんな問題ですね浦賀に接近したバックがこれを打ち払ったその通りその後薩摩の山川なんていうところで打ち払った。 まあひどいじゃないかと国内では渡辺崋山高野長英が幕政を批判したりする中「けしかなお前の名前がけじゃー」って怒られたそれを何て言うんだったっけ最後「晩社の国」まあ、そんな話を思い出しておいてください。はい、というところで次回からはついに開国となっていくわけですがその前のところねちょっとまあ激動の時代というか。 天の改革ななんかも挟みながらやっぱり外国船とそれから幕府の政策だよねなんていう船が出てきて幕府がどうしたかでなんという船が来て幕府がどうしたかそのフェイトン号事件が来たなんかを受けて幕府は異国船打ち払い例にしたらモリソン号事件になっちゃったとかそのつながり因果関係と言いますけれどもこういうことがあったからこうなったっていうねその辺りを意識するそうすると並べ替え問題対策もできていいというそんな話ねもう一度忘れないように復習をしてみてください。